おおやばい。おい。ハッシュハッシュ。Yeah.
ね。まだできない。シュート入ったらできない。そうね。シュート入ったらできない。さっき見てないです俺。次交代で。
座っとけ。トイレある？あ、トイレ？トーゴに教えてもらえ。トーゴさん、抜いて。トイレだ。お、来た。回収。やっぴやっぴ、やっぱり変わってもらって、ちょっとトイレに連れて行かな。ごめんごめん。確かにそうっすよね。ショップ、ショップ。なんでそっち回んねん。なんでそっち回んねん。はいはい、です。はい、1分切った。はい、1分止めて。わー、ステップバック。30秒。ナイスさん来た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 。うわー強い。ナイスさん強い。15秒。よいしょ。ラスト、フェニッシュ、フェニッシュ。10、9。
8、7、6、5、4、3、2、1。いやもう始まっとうから、始まっとうから、ヤッピーの横座って。
7点差離されてきたよ。Thank you.
だね。パーってやられた時にバリアだったら勝ってる。勝ったというか、あので、せいでて、パーで勝てた。で、3個貯めるけど、ミラーが来て、ミラーが来て、パーを、あの、跳ね返した。すがすがだって。すいません。だけど、ミラーとミラーの場合は何も来ない。ミラーとミラーの場合は何も来ない。アイコンみたいな。白が勝ってる。あ、ハートハート。封印と封印だったら両方封印ができる。封印はCC レモンを CC レモン封印したらその溜まってる分しか使えない。だから2個しか溜まってなかったらもうバリアだ。あ、そうなんだ。溜めなきゃいけないんだ。だけどあの CC バリアをずっと使ってることは無理だ。なるほどね。あ、分かった分かった。技を出すために CC レモンを貯めなきゃいけない。超複雑じゃん。知的ゲームじゃんそれ。で6個貯めたら封印と CC 爆弾。それが一番強い。めっちゃ離されたな。封印を封印と封印とじゃあ歯を捨てれば。はい、シャウいける。はい、今すごい。ああ、自分が自滅、自滅スタッツ稼いだけど、リバウンドのスタッツ稼いだけど、そういうことだ。もう相手が攻めれない。あ、だけど爆弾がある。あ、そうか、爆弾がある。だけど溜めてる間にも殺される。そうだね。だから溜めた方が強いんだけど、溜めすぎるとその間に殺されちゃう。だから CC レモンで挟みな、バリアを挟みながら。あったー、なるほど。近い、強いやつ、めっちゃ頭いいやつ。そうでもない。えぐい山ちゃん、今のえぐい。それ決めたらかっこよかったよ。決めたらかっこよかったよ。すげーかっこよかった。めっちゃダブルクラッチ決めたら。めっちゃ回ってたよ。はい、3分切った。絶対やってよ、分かんない。歯だ、歯、歯使い、歯。はい、したか。残り1分。何だよ、めっちゃ飛ぶ。
ゆうとゆうとちょっと邪魔やわ。ゆうとゆうとゆうと、もうちょっとこっち。まだワンプレイ行きますよ。30秒。ノータイム。10、9、8、7、6、5、4、3、2。